大崎市民病院は宮城県大崎市にある病院である。2006年3月31日の市町村合併に伴い、旧古川市立病院を本院、その他の市内の公立病院を分院及び診療所とする形で改装、解消された。2014年7月1日、本院は穂波地区へ移転、開院した。 大崎市病院事業の設置等に関する条例により設置される病院である。宮城県地域医療計画では大崎医療圏国勢調査人口218,298人の地域の中核的な病院と位置づけられており、隣接する医療圏とも連携しての医療構想が練られている。本院は大崎医療圏の災害拠点病院であるほか、3次、 救急医療を担う救命救急センターを持ち、地域がん診療連携拠点病院、地域集散規模子医療センターなどの指定を受けている。古川千住寺町の旧本院1938年12月に発足した大崎組合病院を前身とし、戦後には宮城県厚生農業共同組合連合会によって運営されていた。1956年には、 病床数218床の古川市立病院となり、基準給食や基準看護も導入された。1968年8月3年前に着手された病院全面増改築工事設計に基づき、新たな本館とサービス棟が全面竣工した。総工費は5億5000万円であり、病床数は352床に増加した。 翌1969年、それまで存在していた、付属循環語学校は、廃校とされた。1992年には、救急医療センター、2001年には、南病棟、2004年には、救命救急センター ICU がそれぞれ完成した。2006年3月、市町村合併に伴って、古川市及び、 周辺自治体が合併して大崎市に移行し、新市にある公立病院が大崎市民病院として統合されて解消された。2012年2月25日、新築された岩部山部院の落成式が行われた。3月から診療開始。本院は2014年7月1日に移転した新病院で診療開始となった。当院本院は 大崎市内の穂波地区に新築移いてにし、2013年9月に病床数500床で開院する予定となっている。旧古川市中心部である現在地から南西約 2km の地点への移転計画には反対意見も多く、2010年4月に行われた大崎市長選挙には移転反対候補として元宮議県知事本間俊太郎が擁立された。 選挙結果は、現職市長の再選となり、移転計画は、有権者の支持を得た格好となった。2012年3月1日、新保銀が着工した。大崎市地区計画条例による、本来の穂波地区の建物の高さ制限は25メートルで、あるが、設計では新保銀の高さは46.4メートルとなる。これは、 同条例の特例条項を適用したためであるが、特例条項の乱用に当たるとして、市民グループが、建築確認の確認済み証の取り消しを求めて、同市建築審査会に審査請求を行った。2015年6月、家庭内暴力が原因で、保護入院していた姉妹の電子カルテを、医療事務会社の社員と看護師ら計24人が、 職務と無関係に不正閲覧していたことが分かった。一部は興味本位で見たと認めているという。鹿島大部員、ありがとうございます。